先週に引き続きまして今週も高等派のけんちゃん先生に来ていただいてます。けんちゃん先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。けんちゃん先生の光の透明の波って書いて高等派って言うんですけども、はい、はい、まず高等派って何なのか、はい、はい、教えてください。ここに書いてありますように高等派というのは高等派とも読めるんですね、うんうんうん、ですからそれをまた高等派とも読めるんですけれど、うんうんうん、ここでねアルファベットで書くと非常に分かりやすいんです。 KOTO をねこういうふうに書きますと、うん、高等派とやりますとね、うん、ここで音の場で K ということになりますね。え、音の場が K プラス音の場というふうにこれ取れるんですよ。 K プラス音場ですから、この音というものをこれ数に変換しますとね、うん、A は1、B は2というように数で変換ができるんですけれど、それは ABC が1で ABC A が B が2でってことですね。そうです。で Z が26ってことですね。そういうことですね、うん、そうすると O が15番目にありまして、はい、T が20番目にあって、はい、O が15ですから、はい、50が出てくるんですね。これは音を取った場合ってことでね。そうです、うん、音、はい、音というのは50ということになりましてね、はい、つまり50音図ということで、うん、この日本語のこの50音図という、うんうんうん、だから言霊というのは言葉というのは、うん、この50音図がまさに基本の元素になってるんです。50音って私たちが小学校で習った50音ですよね、うん、あいうえおの基本の、そうですね、基本の元素というね、うんうんうん、なるほど。だからこれみんな元でしょ。元とやると、うんうん、だから M の音ということになるんですね。 M の音、 M の音なんですよ。何ですか M って。うん、 M というのはね、うん、このマミムメモの、うん、M 行というのはマミムメモということで、うん、ここにマミムメモということで真実の務めは命の母親だというね、つまり天の命の母親がの音なんです。大自然の、宇宙大自然のつまり音が50音として私たちの命の中に働いているんです。え、それがマミムメモってこと。そうです。 M ってこと。そうです。へー、すごい。だからこの50音は天の音なんです。天の音、天の命の音、つまり天命の音なんです。天命の音。だから私たちはみんなね天の音を使わさせていただいておりますから、うん、みんな天才なんです。みんな天才、全員が天才なんです。人間として生まれた以上ね全員が天才なんです。なるほど。でこの M に戻って、はいはい、M の音で、はい、だから音は、うん、音とやりますと15、20、15で50で、うん、これはまた50とすると、うん、ひふみよイムナヤことでちゃんと糸になってるんですね。だからこれが大いなる存在のつまり糸ということになるわけですよね。あ、重いってことね、うん、でそれを図解的に言いますと、うん、マルチョンというね大いなる存在、もう神と言ってもいいんですけれど、うん、神はちゃんと人間の中にねちゃんと赤い糸でここで結ばれているんです。てん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 というとこれも糸でしょ、うん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 、だからこの糸がちゃんと糸になってね、うん、神と人とは実に50音で結ばれているということなんです。なるほど先生。 これやろうよ。これ、はい、さっき言ったこの音 M の音 で、はい、でだから私たちの心の元素というのは、うん、実に元素というのは、うん、イコールこの50音からできているということですね。だからこれ元元元元でしょ。え、これ全部元って言うの。みんなこれ元元元元だから面白いでしょ。
だから物質の元素がね、うん、約120あるように、うんうんうん、心の元素はこの50というものが基本になるんです、うん、じゃあこの50音が全部基本になって、はい、全て私たちはその神の天の意図で動かされてる、あらゆることを思考ができて認識ができるわけですね、うん、なるほどね。こうやって言葉が喋れるのも天の意図ってこと？はい、そういうことですね。だからこれは日本語にこの50音図表があるから分かるわけですね、そのことが。すごい。でもそれって私たち小学校1年生の時から習ってるじゃないですか。そうですね。でもそんなの誰も教えてくれなかったじゃないですか、はい、どうしてですか、うん、言葉というのはまさに自然現象なんです。命の働きそのものなんです。自然現象、自然現象、人間が勝手にね、うん、作り出した音じゃないんです。確かにね。だからね、何ぬねのに濁音を打ってね、うん、発音してみてください。何ぬねのに、にゃガギグゲゴザジズデゾダジズデゾバビブベボはね、できますね、うん、できるでしょ、うんうん、何ぬねのはどんな天才だってね、濁音では発音できないんです。これは魂の純粋性を言ってるんです。へ、だから私たちは本来濁りがないんです。へ、だから性善説なんです本来は。へ、命そのものはね、命は決して嘘をつかないんです。まみむめもつけれんね、うん、そう、うん、だけど私たちの自我がその命をね封印してしまって、うん、私たちは悪いことやってもね、うん、人を殺しても平気でいられる人もいるんです、うん、だからその濁りを取るというのがね、うん、一番大事なことで、それを宗教的に言うとね、御霊磨きだとかね、修行ということになるわけですね。でもそれを先生は言葉でやってらっしゃるってことですよね、はい、言葉を通じて、はい、言葉を通じて御霊磨きができるということですね。へー、すごい。じゃあ先生、この富士の仕組みを教えてください。次、富士。あ、はい、富士の仕組みというのがね、はい、先ほど言いましたように日本語というのは4次元の働きになるわけですけれど、日本語が4次元です。日本語は4次元の働きになるという。でもこの次元の話してるとちょっと大変なので、簡単にできますから、それは。じゃあやってください。はい、ここ日本字というのは漢字かなまじり文ですね、うんうん、これの2本立てだから日本というんですよ。へー、漢字とかなの2本立てだから日本、だから日本、日本は字の国なんです。日本は字の国なの？はい、だからジャパンと言うんですよ、文字がパンなりというね、パンというのは食事でしょ、主食ではないですか。だから本当はこれが霊の食事になってるんです。本当は4次元というのは霊性の次元、字がパンなりっていうことがジャパンなの？ジャパンなんです、だから飯という字がちゃんと食に反してると書いてあるでしょ。これ食に反してるって書いてある。なんで？食に反している。でご飯ってご飯じゃないってこと？そうそうそう、本当の食事じゃないということなんですよ。本当の食事はパンなの？違う違う、だから食というのは口から入れるものでしょ、うん、あ、口から入れるもの、食は、はいはい、だから反するというものは、うん、口から出すものを考えてみてください。口から出すものは何ですか？口から出すもの、言葉、言葉でしょう、うん、だから言葉食を私たちはいつも会話するということは、うん、お互いに食べやっこしてるんです、情報交換で、そうでしょう、言葉を食べやっこしてるの？そう、言葉を、だからこの飯というのが本当は命の言葉というね、この霊的な食事をね、飯で命の言葉、飯は命の言葉、命は言葉なんですよ。命は言葉なんだ、うん、だからそれがちゃんと4次元の言葉ね、それが文字を通して、食べることができる。もう一度言いますけど、日本なの？だから漢字かなまじり文で、かな、うん、はひらがなとカタカナのさらに2本立てでしょ。あ、2本立てで、漢字は音読みと訓読みの2本立てでしょ、うんうん、2人が4でしょ、だから4次元の謎が解けるということなんです、これが富士の仕組みでね、22というのは富士とも読めるでしょ、富士山読める、うんうんうん、ひふみよのふ、2というね、2は当然2ですから、うん、これは夫婦というのも22でしょ、あ、22、だから夫婦になってるんです、うん、だから2人が一つになっているのがね、この字を合わせた字がつまり天という字になってるでしょ、合わせると
だから天の命の内容が紐解けるように日本の文字はできているんです。へだから知らんかった。天の内容をちゃんと文字で紐解けるというのね。だから文字は見えない世界と見える世界のつまり橋渡しになっているというね、つまり虹になっているんですよ。だから虹と書いてもね、あの虹だから二の仕組みでしょ、次郎さんという時に二とあの読むように。だからこのすごい仕組みなんで、この虹も夫婦も富士もみんなこれ二と書けるでしょ。ああ書ける。へえ。だから富士山というのはまさに風死というね、死なないっていう、死なない永遠の生命の謎が解けるのが日本語の内容なんです、うん、すごい、すごいんですこれが。そしてさらに言えばこれが3776メートルなんですね、富士山は。はい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 。だから皆でしょ、すべての人が76音だということで、あ、50音をさらにね、細かく言いますと、この25があるでしょ、濁音とあれで、うん、で50と音の元が運音という1音があって、50があって、うん、25を足すと76になるんですね。これがナムアミダ仏のナムなんです。ナムはだから、これがナムの意味はこれが奇妙するという意味なんです。奇妙する、え、命が変えるということ、うん、命に変えるというね、命に変える、うん、命に変えるという、お任せしますという、委ねるという意味があるんですよ。これ委ねる、自我の計らいを捨てて、すべ、うんうん、てをお任せして委ねますというね、意味がナムなんです。だからナム阿弥陀仏というのは、阿弥陀様にみんな委ねてね、うん、あの自我の計らいをやめてお任せします。だから絶対他力というんですよ、それを。へー。だから人は本当にそのね、大いなる存在に委ねたらそれが最高なんです。だから人という字をね、ここに書くとこれね、ヤマトになるんです。ヤマトになる。だから大和でしょ、ヤマトがまた大和ですから、うんうん、だからこれはさらに大という字は一人になるでしょ、うん、一人で和すというね、自分の中のもう一人のね、仏様神様と和合するということが、うん、いとも簡単にできちゃうんです、この文字を通して。へー。だからもっと言いますと、私の中に仏ありなんですよ、仏性というね、うん、純粋な魂が自分の中にあるということ。だからいいですか、私という文字を書いてみてください。これどんな文字が入ってます？え、の仏が入ってるでしょ。あ、仏、ここに仏という字が入ってるじゃないですか。あ、これ分解すると仏と一人ということ。へ、一人一人の中にちゃんと仏が入っているんですね。これ私って一人の仏っていう、そういうことなの。そう、だからあなたは仏様ですよ。ありがとうございます。仏性があるということなんですよ。じゃあみんな仏様ってこと。そう、みんな仏様、まあ、仏性というね、つまり神聖と言ってもいいんですけれど、最高の、ね、如来様があなたの中に入ってるんです。ありがとうございます、はい、ということで今週終わりますけども、また来週、また来週続きますので聞いてくださいね。ありがとうございます。